プロラ掃除のでですすここで皆様に謝罪を申し上げます先日シェフの夢レイブドシェフの最終回の YouTube を投稿しましたがその動画について問題が発生したことに気づきましたのでお伝えさせていただきます。まず 2020年2月11日に兵庫県神戸市垂水区妙谷町にありますレイブドシェフ妙谷本店の方へ撮影に行った模様の YouTube を予告編を含めて全て4件,をあ4件の動画をアップロードをしレイブドシェフの宣伝動画は すべて終了し、次の店舗の編集にあ、編集作業に入りました。私は動画を YouTube に投稿する際には必ず行っていることがあります。YouTube に動画をアップロードをする際に動画の編集がすべて終わり、YouTube にアップロードをする前に必ず 自分の編集動画を一番最初の0秒から最後まで見直し、確認作業をします。そこで、訂正箇所があれば訂正したり、足りないところがあれば付け足したり、確認作業は一通りやっていて、そしてまた再び0秒から一番最後の動画終了まで全て見直して、 確認作業をして、訂正する場面や足りない、足りない場面がないことを確認してから、YouTube にアップロードをしています。もちろん、レイブドシェフ、ミョウダニ店さんの最終回も、そのように、工程通りの作業で YouTube にアップロードをしました。そして、7月の4日の夜、 20時30分頃、別の店舗の動画編集作業の休憩中に、私が、えー、インターネットを通じて、私自らが私の YouTube をふと自分で見てみました。そのご視聴した YouTube が、レイブドシェフの最終回でした。そこでご視聴した YouTube の最後に気になったのが、達人とのエンディングに入った時だった、レーブドシェフの最終回は20分の動画でしたが、今回、7月の4日にアップロードした YouTube では、そのレーブドシェフの佐野康夫達人とエンディングに入ったばかりの16分2秒だか。 16分3秒高で終わってしまっていて残り4分半の映像が流れていないことに気づきこの問題が発覚しました残りの4分は佐野達人とのエンディングが終わりお店を出て最後の最後の挨拶の締めと次回お伝えする店舗の動画を 告知する映像ですが、今回このような事態となってしまい、私は早速編集している動画編集ソフトである Final Cut Pro の中に入っている元動画と動画をアップロードする前に経由したデバイスの方で元動画を確認したところ、しっかりとレイブドシェフ 最終回の20分台の動画となって仕上がっていることも確認できました。しかし、なぜ投稿済みの現在もアップロードをされている YouTube に関してだけは16分台なのかその謎が知りたい。Final Cut Pro に相談したかったけど7月4日は日曜日で時間的にも 閉まるのが早く、対応時間外のため、また日を改めて、お問い合わせをして、原因を見つけたいと思いますと同時に、現在も投稿されている最中であります、レイブ・ド・シェフの最終回の動画に関しては、また、お問い合わせをして、原因を見つけた後、一旦削除して、また新たにレイブ・ド・シェフ レイブドシェフの最終回の20分台の動画を YouTube に投稿し直すこととします投稿から日が経っていない中たくさんのユーザーかーあたくさんのユーザーの方からのコメントをいただきコメントをしていただいた方にも一度見ていただいたユーザーさんには再度見てもらわないといけない手間をかけさせることとなり ご迷惑をおかけしますが、何とご理解していただけたた、ら幸いです。また20分台の新動画となって YouTube に戻ってきたときはまたもう一度コメントをしてくれると嬉しいです今回黙って消してまたアップロードをしてもよかったのかもしれないただ突然理由もなく 消されてしまうと、見てる視聴者やユーザーさんになぜあの動画を消したのかと困惑させてしまうこと、しえー、困惑させてしまわないよう削除する前に先にこの謝罪動画を挟んだ方がいいかと思い、この判断に至りました。どうか視聴者の皆様、今後も 不快なコメントを書くアンチユーザーの多いこんな私ではありますが、温かく見守っていただけると嬉しいです。